僕マイクの中全体的にちょっと大きすぎてあれかもしれないです。中のオケをもうちょっと上げてほしいです。Everybody say summer go. Oh 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 summer go. Okay, 楽しんでいきましょう。Night flavor. はい、完璧です。ありがとうございます。それでは大丈夫です。それではすいません、本番ガムです、リリベということで一人でも多くの方にアルバム撮っていただければと思ってますので、本番ぜひ一緒に楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リリベ、俺今日このステージ初めてなんで、前回は吹き抜けのところでやったんで、今回この有尾八尾さんの違うところで楽しみです。またやっぱ CD どんだけの人に届けれるかなと思うと、まあ、曲をまずいいなって思ってもらって、初めての人でも CD 買ってもらえるように頑張ります。ごめんね、あんまライブ前ちょっとあんま気の利いたコメントできないかもしれないですけど、集中めっちゃできてるんで楽しみっすね。一部終わりました。はい、一部来てくれた方に大感謝の気持ちを込めてありがとうございます。そして2部も、まだまだ引き続き楽しんでいこうかなと思ってますし、またね、今日も初めての人とかも来てくれたんで、1部2部でもね、そんな感じで初めての人にもアプローチして、たくさんの人に CD が届きますようにということで頑張ります。よろしくお願いします。一発目ですね。あ、そうか、一発目か。じゃあ盛り上げに徹しよう。そうだよ、まあ、セトリ的に盛り上げような。うん、多分そうやな、結構盛り上げ。でもまたねとかあるから。ああ、泣かせにかかるぞ。じゃあ泣かせにかかるから子供。そう、え、ちっちゃい子たち、ちっちゃい子たち、エモさで子供って泣くんかな。泣かない泣かないよな恐怖じゃなきゃ泣かないよ、うん、まあ、そんなライブにして、どんなライブやねん。おい、頑張りましょう。じゃあ、お疲れ様です。今日初めてやったんか。そうそうそう、このステージのやつ。そうなの、前は吹き抜けのところでやってたんや。そうそうそう、その時俺ら順番かな。あ、そうなの、うん、でもいいね、あそこも本当に。あと、
後ろでさ、うん、子供たちが楽しそうに遊んでるな、遊んでるし、あの滑りでいいよ、曲聴いてくれてるのよ、うん、聞いてる、それがめちゃくちゃ嬉しかった、嬉しいの。でも子供がいるってことは近くにお母さんがいるってこと、だから子供ちっちゃい子に、うん、CD ママ買ってって言わせるために頑張ろう。いやでも、うん、ガムはですね、うん、ちっちゃい子供たちから大人の方まで幅広い年齢層なので、うん、ワンチャンあれかもしれないね。で、よやおさんということです、うんうん、ありがとうございました。はい、楽しみます。はい。どうも。YouTube終了しました。ということで、ご飯を買いに行きます。はい。え、何目当て？この前、焼肉丼食べたんで、俺フレッシュネスバーガー行こうかな。まあいいな。え、でもこの前もそうじゃなかった？そう。だから基本的に、俺あんまその B 級グルメ系あんま食べないけど。うん。こういう時、あ、お疲れ様です。じゃあ俺のミン B。 じゃあ一部どうでした？いや、とても C でした。えアリオ・ヤオさんでのリリースイベントありがとう。ありがとうございます。いつもはね、なんかケータリングみたいな感じでスタッフさん買ってきてくれるんですけど、たまにこういう、てか俺自身多分買いに行くの初めてかも。ほんま？俺買いに行ってることないもん。俺も買いに行ってない。誰かが体制はあるけど、俺なんか誰か買いに行くわってやつを、え、そこ買ってきてやの一番楽しちゃうやつ。リクロおじさんだよ。リクロおじさん、俺絶対迷うわこれ。帰られんの道。え、覚えてる？わかる？うん、まあ、美味しそうなのよね。何食べてる？チャーハン。いいな。いいな。ライブに来てくださってるお客さんの方が、たくさんいます。何しましたか？ハラミ定食。臭くなるかなと思ったけど、まあいいでしょう。いいでしょう。聖地何にしました？ハラミ丼です。ハラミ丼。スムさんと一緒。スム君はハラミ定食。もう俺丼だけ。主役何にしたんですか？俺も一緒。ハラミ定食。あ、丼。丼にした。はい、よっしゃ。うどん屋さんでしっかりと水着いきましょう。好きなように。はい。全力で全力。よし、すごい。うわ。ああ。ああ。行きます。どこ行くの？ああ。お願いします。闇と闇決めた恋が It's so sad 自分に対して Let's go Painful 発表で Come Painful Still go どうすり進む ついでこれを You have to You have to さあ声に聞かせてくれよ。いろんなところを回らせていただきます。皆さんにもう一度出ることを願って、またねという曲でした。ありがとう。2部ありがとうございました。まあ、1部に引き続きなんですけど、見てくれた方もたくさんいましたし、2部から見てくれた方もいたと思いますので、本当にありがとうございます。まあ、CD のリリーベということで、たくさんの方に CD が届いたんじゃないかなと思うんで、嬉しい気持ちもありますし、ここからまだまだ、続いていきます。リリーベに向かって僕たち頑張っていくので、来れるところは一箇所でも多くぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで以上、バイバイ。2部終わりました。楽しかったです。はい、リリーベ2日目ですけど、まだまだ続くと思いますけどね、一緒に駆け抜けたいなと。カメラボーク最後まで俺たちについてください。ありがとうございます。リリーベ。以上。
勝利しました。本当に皆さん、え、最後まいだオールダウン、アベノンポーマンゲットしていただいて、やっぱキャッチでは、これからまだまだ続きます。皆さんはより一層気合い入れて行くんで、皆さん一緒に。行こう。はい、リリースイベントありがとうございました。まあまあまあ、いつも通りじゃいつも通りだったかなと思うんですけど、まあこんな感じでちょっと裏側も楽しくね、やらせていただいてますので、僕たち自身も皆さんにほんまに一枚でも届けたいという気持ちは誰にも負けないつもりで言ってますので、あなたにまたやりますので、ぜひゲットしてってくださればよろしくお願いしますということで、見てくださいまして、まだしゃリリーでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。非常に皆さんの盛り上がり、そして私の盛り上がりをしていただけた皆様、ありがとうございました。感謝の気持ちを体で表現します。いきます。てん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 、本当にありがとうね。感謝の気持ちを体で表します。いきます。ダンスでいきます。いや本当にありおや起きてくれてありがとう、この気持ちを君に伝えるよ、せーの、ありがとう。いや本当にこの気持ちを体でダンスで表現していきたいと思います。よろしくお願いします。やお、ありよ、ありよ、やお、どっちが先行で来るか。やお、ありよ、やお、ありよ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 、やお。ありがとうございました。オッケー。はい、ということでリリースイベント、はい、今回はアリオ・ヤオさん、はい、でお邪魔させていただきました。もう普段からすごいよくしてくださってる場所なので、はい、僕たちもすごいありがたいなと、同時にここからバッてまだまだこれから走っていくという裏側をね、皆さんには見ていただいたんで、恥ずかしいよ思います。こうやってね、1日2現場、3現場っていうのが当たり前になってきますので、ね、僕たち自身もこう体調を頑張りながらです。皆さんもね、そう見てくださる方は水分補給ね。そう、はい、やっぱり暑いんでね、やっぱ外もありますし、外だったら日焼け止めはマジだった方がいいね。なんでね、僕たち自身もそうですけど、皆さんも体調を壊さないように、うん、最高に楽しんでいただける、うん、リリースイベントの、はい、果ての9月24日は、うん、しっかりとこのリリースで僕たち自身もね、皆さんにこう拍手していただけるような、うん、皆さん自身にも僕たちが拍手できるような、できるような、はい、結果をお届けできればなと思ってますので、ぜひ一緒に走り抜きましょう。ということで、はい、この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、グッドツアー、過去一多いコメントを、切り抜きもいっぱい待ちします。以上、ジュエヤマでした。一緒に走ろう。オッケー。俺のも買って3つ。ロッキーロッキー、やった。カメラ回ったらあいつ何でも買ってくれるの。なんと大勢がレモネード、本当に買ってきてくれた、ありがとう。人生で飲んだレモネードで一番うまい、本当に。